ツインビーだ。は、1990年10月12日に、日本のコナミから発売された、ゲームボーイ用テスクロールシューティングゲーム。日本国外では、ポップンツインビーのタイトルで発売された、同社のツインビーシリーズ第4作目。時期であるツインビー及び、ウィンビーを操作し、シナモン博士のライバルである、ドクター日記を倒すためにぷかぷか島を目指すという、ストーリー。 基本的なゲームシステムは第一作目であるツインビーを踏襲している。また通信ケーブル仕様により二人同時プレイが可能となっている。開発はコナミ開発サ部が行い、ゲームデザインはファミリーコンピュータ用ソフトツインビーさんポコポコ大魔王にてキャラクターデザインを手掛けただ玉記念音楽はゲームボーイ用ソフトドラキュラ伝説を手掛けた。 福武シュベルが担当している。後に、コナビンギガバイトコレクションボリューム2に収録されたほか、プレイステーションポータブル用ソフト、ツインビーポータブルにリメイク版が収録された。2012年には、ニンテンドー 3DS 用のバーチャルコンソール対応ソフトとして、ゲームボーイ版が配信された。本作は2人同時プレイが可能だが、通信ケーブルを用いて2台のゲームボーイを繋がないと、 同時プレイはできない。また、コナミギガバイトコレクションボリューム2や PSP 版などの移植作品では2人同時プレイの機能自体を失っているものもある。方向キーで時気の移動。B ボタンで対空ショットを打ち、空中の敵を攻撃できる。A ボタンで対地ボムを発射し、地上の砲台を攻撃できる。敵や敵弾により腕を破壊されると使用不能になる。 メイン BGM とボスラッシュ BGM では、初代ツインビーの BGM がアレンジされて使用されている。また一面のパワーアップ BGM は、初代ツインビーのパワーアップ BGM を使用。四面のパワーアップ BGM は、モエロツインビーシナモン博士を救え、の最終面パワーアップ BGM が使用されている。従来作品と同様に雲にショットを当てることで、出現するが、 本作は、モノクロ4会長液晶表示のゲームボーイ用ソフトであり、カラーについてハードウェア上の制約がある。他シリーズ作品のようなカラーによる識別方法では数の確保が難しいため、一部のベルパワーは特有の模様で識別できるようになっている。括弧内はベルの状態である。なお、この模様によるベルの識別手法はパロディウスだ。 ゲームボーイ版にも引き継がれている。いずれも、地上の敵や、破壊可能な施設を、ボムで破壊することで出現する。ある日、どんぶり島で平和に暮らすツインビーたちのもとに、ドクター日記と名乗る者からの挑戦状が届く。挑戦状には、よくも、私の作ったスパイス大王、ガトランティス、ポコポコ大魔王を倒してくれたな。こうなったら、私が相手だ。 ぷかぷか島までやって来いと記されていた。シナモン博士がその知恵を正義のために使うのに対し、ドクター日記は、シナモン博士の小学校時代からのライバルで役の科学者。挑戦状を見た、ツインビーとウィンビーはシナモン博士に内密でぷかぷか島を目指すこととなる。グインビーは、博士の敬語のため留守番となった。ギガバイト版の説明書掲載のストーリーでは、 ドクターニッキは、スパイス代王のみならず、ポコポコ大魔王まで制作したとのことで、本作は、ツインビーさんポコポコ大魔王の後日談になるはずだが、後に発売された、デタなツインビーヤッホーの説明書によると、初代、ツインビーの世代のストーリーということになっている。セット、アップモードで、ステージセレクトできて、初めから、プレイできる4ステージと、 その4ステージをクリアすると出現するステージ5。さらにそれらをクリアすることで、ラスボスの出現するラスボスステージの5ステージプラス1ステージで構成されている。1997年12月11日に発売されたコナミギガバイトコレクションボリューム2にはスーパーゲームボーイ対応になって収録されている。ただし、2人同時プレイ機能が削除された。 2007年1月25日に発売された PlayStation タブル用ツインビーポータブルにはパワーアップアレンジ色版が収録されている。2012年6月20日には Nintendo 3DS バーチャルコンソールでゲームボーイ版が配信開始。また本作及び前期のコナミギガバイトコレクションの応酬版にあたるゲームボーイカラー対応のコナミギガバイトコレクションでは 名称がポップンツインビーに変更されているが、内容は言語以外変化はない。PSP 版ツインビーだ。パワーアップアレンジ版と元のゲームボーイ版ツインビーだ。とは以下のような相違点がある。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは合計25点ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、 21.38点となっている。また、同雑誌1991年5月10日号特別付録のファミコンロムカセットオールカタログでは、二人同時プレイができるのが嬉しいと紹介されている。ありがとうございます。